さんこんにちは。今回の料理はこちら、炊飯器を使ってケーキを作りたいと思います。ケーキは本日はリンゴのケーキです。材料はこちら。まずはリンゴを厚さ5ミリに切ってください。次にフライパンに先ほど切ったリンゴと砂糖大さじ4杯、バターまたはマーガリン 15g を入れ、中火で蓋をして煮込みます。その時時々混ぜながら煮込むのがポイントです。リンゴの色がこちらのように色づきましたら煮リンゴの完成です。次にケーキの生生地です。ホットケーキミックス 200g、 卵1個、砂糖 30g、 牛乳 160cc を入れてよくかき混ぜてください。よくかき混ぜましたらお好みの茶葉小さじ2杯入れて混ぜます。生生地はこれで完成です。次に炊飯器の容器にバターを塗り、煮りんご、ケーキの生生地の順番に入れてください。炊飯器にセットし、ケーキが炊き上がったら完成です。